まさにだから僕、山川穂高に2018年の日米野球以来の彼は日本代表なんですけど、山川選手は2018年にホームラン王を初めて取った年なんですが、日米野球で全く打てなくなって、スタン外されたぐらいで、彼はめちゃくちゃ悔しそうにしてたんですよ。<laughs> はい、で、当時言ってたのが、なんかその頃僕は引っ張りのバッターなんで、もうちょっとセンターから右に打つ。 意識があった方が、まあ、接点が多くなるんで、そういうことも考えていかなきゃいけないとか、あとは強い球への対応もしていかなきゃいけないとか、まあ、動く球なので引きつけてしっかり打たなきゃダメとか言ってたんですけれども、で彼はそういう試行錯誤もこの5年間でした上での今回の WBC なので。 僕はねねねそそこがめちゃくちゃゃく楽ししみにしてるんですよ、ね、そうですすよう、ね、だからその日米ーアの頃ともうバッティングフォームも全然違うしもう本当にこういろいろ変わってきたでね最近のねあのインタビューとかでも、まあ、風船使ってるっていうねあれ体感ですよねなんでそういうのも聞いてたらだいぶ彼の中での考え方バッティングに対する考え方が進化してきているのでその中での代表入りっていうのは中島さんおっしゃられるように非常にこう興味深いというかね彼の成長ぶりを 見られれる、うん、かもしれないですよね、まあ、岡本和馬とのレギュラー争いが待ってますから。岡本は、でも普通に考えたら山川ですよね、レギュラー。山川は通に考えたら。だらただ岡本じゃあどう使うのっていうのがすごい気になるんですよね。源田の終盤の代打じゃないですか。源田<打>中野の,の終盤の代打。キャッチャーへの代打もありますもんね。はい、キャッチャーの代打<う>、まあ誰で行くのか。 にな代打で,で生きるタイプなのかなっていうのが、結構岡本なんかは、<laughs> 僕、すごく <laughs> あの。東京オリンピックのときに、ねあの、井端さん、コーチって、代表選考の時に、村上と岡本を両方選ぶ選択肢はなかったって言ってたんでしょうかね。うん、それはま多分チームのバランスと起用法を考えた時に、うん、あの2人を両立はできないから、そこで村上選んだ。で今回そこに その2人選んで、さらに山川もいるんで、岡本の使い方ってどうなるのかなっていうのが、僕、結構気になってるんですよね、なんか。ただね、ジャイアンツの4番を、なんか、ね、腐らせるわけにもいかないですから。<laughs> 岡本はね、去年、自らジャイアンツの4番を泳いてしまったので、<laughs> ってなて気をつかなくていいと思うんですけど、<laughs> ただ、山川と岡本を、特に一次リーグとか、多分交互とかに使うって、 よりアジャストしてる方を終盤に使っていくみたいな感じになるのかなとかも見てます。どっちも打った時はね、まあ難しいですけど、うん、両方はまんない可能性もあるので、そうなった時に2つ、2人選んどいて、いい方を選べるっていうのは、こんな豪華な2、ね、択はないですよね。